りましたブラックパイナー SOS の YouTube。 イエーイ。はい、なんですか。何歳。僕、はい、僕42歳。はい、今日はなんでその格好なんですか。これはまあ一応ちょっと高校生っぽいじゃないですか。はい、あの僕がですね、はい、ちょっと昔に、はい、15年ぐらい前なんですけども、はい、山田太郎物語っていうのにね、ちょっと出させていただいたんですよ。はい、はい、みたいですね、はい、それで今それがパラビでやって見れるということで、はい、その時の思い出話をしてもらおうというコーナーでございます。まあ、コーナーというか回ですね。回ね。はい、だから今ちょうど見れるわけでしょ。今ちょうど、はい、見れますね。パラビ山田太郎物語に出てた方ですか。僕出てたんですよ。え、まあ、でも1回とかだけでしょ。僕ね、はい、これレギュラーね。初めての連ドラだったんですよ。じゃあやっぱりあれですか、はいはい、山田の物語っていうのは、まあ、高校生役ですか。僕高校生役で。じゃあ結構、今いくつでしたっけ。今42ってことは、25年ぐらい前。あれ、じゃあ15年前です。は、15年前。何歳の時にやってたんですか。僕27歳なんです。その時からおかしいじゃないか。27歳の時に高校生役。はい。まあでも、その時に、はい、主役が誰でしたっけ。主役が、嵐の二宮さんと、はい。桜井さん。はい。でも、二人がダブル主役。二人も、高校生ではないでしょう。25歳ぐらい。まあ、あの二人は若いからいいけど、君、27歳。さらにそれより上で。27歳で、はい。ちょっと出させていただいて、はい。はい、まあ一応その、誰役なんですか。誰役というか、まあ、まあその二人がまあメインなわけですよ、桜井さん。もちろん、もちろんね。もちろんね。はいはい、で、はい、僕もちゃんとオーディション行ったんです。はい。で、ドラマのオーディションで、大変。いや、ていうか、ぶっちゃけ言うと、はい、俺も全部見てたから。あ、ありがとうございます。大体僕が出てるってことで。はい、ありがとうございますね。はい。はい。で、毎回、はい、ビデオ、その当時、ちゃんと録画して見てたんですけど、毎回やることは、いた？どこにいるんだ？ってうちの相方っていうのだけを楽しむ。だけを楽しむというか、もちろんドラマ楽しんでますけど、結構金持ちなんだなとか、はいはい、二宮くんちは貧乏だなとか言ってたけど、俺の楽しみは、はい、あれ今映ったの内藤かなとかっていう楽しみでやってましたけど。そうなんですよ。まあ、出させていただいたんですけども、レギュラーで。はい、で、やっぱ学園ものなんで。何役ですか。僕ですか。はい。誰役ですか。僕はちょっと台本持ってきたんですよ。おー、すごいじゃん。え、あるんですよ。だって君エキストラですよね。エキストラじゃないのよ。台本までいらないじゃん。違うよ。ちょっと、まずこれ、これすごい。これだから15このさ、台本なんてさ、うん、こんなさ、カラーじゃ普通ないよね。バラエティとかさ、大体さ、白黒まで言わないけど、まあコピーみたいなね、感じのやつだもんね、うん、やっぱでもドラマとかってこんななのかな、うん、ちゃんと後ろには瓶マーク、うーん、貧乏のね。はい。で、ここにちゃんとあんまなんかどこ見せない方がいいのかね。まあちょっと自分のところぐらいはいいのかな。いいのかな。はい。僕も、ちゃんと、あれこれ、あ、後のやつは転売しちゃったんですか。転売してないよ。家にありますよ。家にある。家にある。あ、なんかまあ、毎回もらってたの。あ、毎回。レギュラーで出ますから。僕。でも、それ第1話持ってくるならいいけど、第8話持ってきてもいい。なんか怪しいな。第7話までで、8話、ちゃんと。ヤゴー君出てたらお前歌ってたから。売ってないから。売ってはないです。はい、ね、僕は特別進学クラスっていう、いわゆる同じクラスでしょ。同じクラスの二宮君とか桜井君とかと同じクラス。同じクラスにだから30人ぐらい必要なわけよ、はい、よく映る生徒が、うん、その中の僕一人で、うん、僕は名前あるの。あります。内藤正樹ね。はい、春川流星。僕春川流星役で出てたんです。いらない。だって一回も出てきた。春川とか呼ばれてた。流星とか。あ、春川流星とか呼ばれたことは一回もなかったです。じゃあ意味ないよこれ。いや、一応ね、はい、言われる、あのスタッフの方とかに、うん、じゃあ春川くん、じゃあここ、うん、とかっていうことはあったけど、はい、そのドラマの中では一回も。だって俺、まあ一応前話見たけど、何回かお前が発見できたらいつも同じ演技。なんか、二宮くんとか、桜井くんがなんか、うん、教室でなんか話してるとか後ろで、これだけ。それを僕はずっとやったんです。毎回回ったらそれやってんの、はい、俺、いつもなんかね。いや、これおかしいからやっぱり。そうだけど、うん、なんか一応楽しく喋ってる雰囲気。うん、だから、まあ、まあよく映るクラスメート。でもその時は、うん、心境は、
あ、今桜井くん喋ってるなって思いながらやってるわけ。ニューヨークに喋ってるなって思いながら。そりゃそうだよ。だって、いや、嘘じゃん。こっちメインじゃないじゃん。嘘じゃん。でも俺はちょっと腹立ったよ。全然、ピントも合ってないのに一生懸命後ろで演技してるから、あの、ぼんやりしてる、多分。ピントが合ってる合ってないか分かんないから、こっちは。演技してる時に。いや、もしかしたら合ってるかもしれないなと思って。合ってるかもしれないなと思ってやってるから、はい、こっちもね。まあ、そんな話はいいけど、はい、なんか、撮影中に、はいはい、なんか、思い出みたいなのあります？もうだから、どれぐらい前？だ15年前。おぉ、めちゃくちゃ前なんだな。だから、そう、だから俺が27の時だから、うん、で、まあ、俺クラスメートで一番年上だったの。うん、27歳で。うん、まあ、そりゃそうだよね。で、多分次が、二宮くんとか桜井くんだと思う。だって25でもちろんさ、うん、2人ともさ、うん、まあめちゃくちゃ若いじゃん。だから、高校生ギリギリ成立するけど、うんうんうん、それより年上でクラスメイトで。そうね、なかなかいないから。っていうかさ、うん、え、それってなん、お前、俺はオーディション行ってないんだっけ？君行ってないんじゃないかな。なんかね、でも学園もののやつ一緒に行った気がするけど、でも山形の物語じゃないかな。でも日テレのなんか行った気がする。これ TBS だ。ああ、じゃあ違うの？多分違うと思う。一緒にはこれ行ってないと思う。なんで呼ばれてないの？でかいから。まあ意味合い出ちゃうから。そうそうそう。なんか変にでかいやつ。で、27で、まあ一番年上だったんだけど、うん、先生役が吹石和恵さんだった。うんうんうん。が、最初会った時に、うん、このクラスで私と同じ年齢の人いますねっていじられた。え、そうか。まあカメラ回ってない時に。だから吹石和恵さんが同じ年だった。お先生と同じ年で俺高校生やってて。くらいだったね。カメラ回ってない時にそんなサービストークしてくれるんだ。そうそうそう。現場を和ませようと最初に会った時。先生が教壇でいるから、そう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 。みたいな始まる前に。お前なんて返したの気持ち悪いな。お前一番年上なんだからなんかやれよ。そう。でもさ、そのさ、うん、特進クラス、うん、で、まあ、だから20人とか、うん、30人毎回よく映る。うんうんクラスで、うん、一番最初にこれ台本をもらったわけ、うん、で誰が出てるかってわからないじゃん、うん、で、あのここに名前にねこれ山田太郎物語っていう、うんはい、ドラマの名前で、はいうん、本名が、うん、山田慎太郎っていたの、うんうんうんまあ、今みんな知ってるじゃん、うんまあ、山田優さんの弟ね、うんうん、山田慎太郎ってここに親が入るだけなの、うんうん名前で受かったんでしょってすごいずーっと言ってた、うん、その時にね、うん、で何でも別にその山田太郎役じゃないんでしょ山田太郎役ではない、うん、安藤役だったんだけど、うん、でえっ何それ名前で受かったのとかずーっといじってて、うん、したら山田優さんの弟って知って、うんうんうん、そこから半分ぐらい敬語使うようになったから、うん、いやだから俺なんかね覚えてるなんかの番組の前説でテレビ局行った時に、うんうんうんなんか、うん、普通にさ、いろんな人の楽屋に挨拶しに行くじゃん、うんうん、その始まる前に、俺の前説さ、うん、前説ですね、あ、すいません、前説やらせていただきます、ブラックパイの演奏です、です、ああそしたら、山田慎太郎さんがいたの、ああそしたら、おーみたいなやってるから、おい、なんで知り合いなのって思ったら、そのこれで。これで、これでずーっと一緒だったんで。え、その時には同じぐらいのレベル向こうの方がちょっと役はあった あ、でもね、うん、あったと思う。だって、うん、役は、まあ、まあ、セリフはちょっとあったんで、いわゆる、この、一番最初に来てるのよ。俺一番最後じゃん。多分こっちから。じゃ、これ、受かった順え受かった順。受かった順というか、まあ、この男はだから8人か。でもさ、あ、そんないい役ではないんだね。んあ、だから一ここは一緒。特別進学クラスの生徒。エキストラってことでしょまあ、言っちゃえば。よく映るエキストラね。うん、でも、エキストラの中では一番演者に近いってことあ、そうだと思う、そうだと思う。まあ、演者っていうか別にこれも演者だけど。あ、俺森渡さんとか。ほら、あの金田智子さんと結婚したあのスポーツ系で結構やってる。おじゃあ今会ってもわかる？ああわかるわかる。ええー。ないかなでも今どうあれでもさあれ女の人もあのあれが AKB あそう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 あの小島春菜さんこれはえ同じエキストラコース？ここも一緒特別進学クラスのここは女の子。ええー。でもその中では。でも、小島春菜さん。あ、でも2番目ぐらいか。そうそうそう。セリフがあったわけではない。ない。だからこの当時も、AKB としては多分活動してるけど、うん、まだそんなに世には出てない。じゃあ、この今から
この5年後ぐらいに、うん、ここに内藤正樹っていう、この時は有名じゃなかったです、うん、今はあんな有名だけどって言ってる可能性ある。誰を誰を、ああ、内藤正樹。うん。今から5年後、うん。10年後ぐらいでしょ、待っていい。10年後ってお前もう、とんでもないとしたら。だからここで出て、うん、じゃあ撮影とかも、うん、やっぱ少ない。ああ、僕らが行くの。はい。そうですね、だから、要は学校のシーン。うん。の時とかに呼ばれる。そっかそっか。二宮くんの家でパーティーとか、坂井くんの家でパーティーとかの時だと、さすがに呼ばれない。それは呼ばれないのよ。だって毎回後ろでこう、おかしいもんね。それだけだから、そういう時は呼ばれないから、基本学校行った時に、うん、にちょっと、ここ、言われて。じゃあなんかさ、まあ、今セクパラビで見れるわけでしょ？見れます見れます。このシーン、ちょっと、注目してよとか、別にお前関係なくてもいいし、うんうん、なんかこのシーンを自分的には思い出あるなとか、まあエキストラ目線。エキストラ目線？だから別にいいよ、お前がいっぱい映ってってもいいし、うんうんうん、なんかわかんないけどこの回が好きなんだよなとかさ、うん、なんか。でも本当それこそ1話とかって、うん、あの、すごい生徒がいっぱいいるの。映、うん、ったらね。それこそ本当に、本当のエキストラの方とかもいっぱい呼んで。うん、本当のエキストラってなんでお前は偽エキストラなの？何百人とかいるとか、何百人学校に本当に集まってもらって、うんうん、ぶわーって。それってさ、どうぞ、制服なんてさ、みんな揃えらんないでしょ。それはね、揃えらんないから、うん、ある程度の同じような感じ で遠くから映る分には同じような感じ。そうそう、そういう感じ。だから色とかぐらいは。俺はちゃんと、あれあったから、衣装が。特殊な同じ。何、自分勝ったみたいな感じみたいなわけ。まあ、勝ったというか、だってほら、同じクラスメートだから、俺もオーディションに行ってね、はい、やってますから。うん。だからその。なんかオーディションの時手応えあったの？だってさ、27歳で受かるって結構じゃん。だって普通にさ、18歳とか17歳とか16歳受からせた方がさ、演技も何もさ、なんていうの、ぽいわけじゃん。高校生っぽいわけじゃん。うん。だから俺も、だから結構演技したの。うん。台本渡されて、喋って、うん、したら一緒にマネージャーさんが来てくれてて、うん。え、太田プロの。太田プロのね。うん、そしたら、まあ、ドラマの方だった、うんうん、その人が、いや、よかったよ。あれ、うん、受かるんじゃない、うん、とかって言われて、うん、って思ってて。だって演技もないの、実際映ってるの、これだけだよ。いや、だから当初はその予定じゃないのよ、多分。あ、だからもしかしたら、結構喋るかも。あ、違う違う。上の方の役が落ちてってそこになったんじゃない？違う？もしかしたら、うん、まあ、さすがに桜井くんとか、二宮くんの位置はないけど、ないけど何人目かの位置で、オーディションになったけど、おしなりさんとか、そうそう、そこで何人目かの人は、じゃあ受かんなかった人は、このクラスメイトにしようかってなったのかもよ。いや、結構元から、この、クラスメイト役だったから。あれか、引き立て役だ。あの、こういう、うん、例えばだってその時だってさ、うん、二宮くんとか桜井くんだって25とかなわけでしょ、うん、そうだね。だからあまりにも本当にさ、みんな16歳とかだとさ、さすがにがあるから、これぐらいの人がいた方がいいよかったかな、程よく、うん、ああそうなのかなって見えるってことなんだ、っていうことなのかな、わかんないけど、僕が受かった時はめちゃめちゃ嬉しかった、うん、第何話が一番出てるとかある？このシーンとか。それこそ1話かな。1話で多分、君の写真送ったけど、あれ一番アップで写ってるんじゃないかな、僕が。多部未華子さんが出てるんだけど、多部未華子さんの本当真後ろ、うん、で同じぐらいの、でそこをアピールした方がいい。だから大きさ出てるんで、1話目のどれぐらいのところ、結構序盤か15分か20分あたりに、うん、何がいっちゃんと言ったの、僕が、多部未華子さん、じゃあ多部未華子さんやって、そしたら僕がこんな感じで映ってるんで。いや、食べみかこさんって変な顔してんだから。え？突っ込まないとなんか俺。じゃ見えないんだよ、それ。見えない。わかるだろ、大体やってるなって。薬師丸ひろ子さんの顔してんだから、食べみかこさんなのに。わかるだろ。自分のことに必死になりすぎだよ。え、食べみかこさんやってっつって、やってったら絶対変な顔してるだろ。確認しろよ。ちょ、食べみかこさんやって。そう、薬師丸ひろ子さんだから。薬師丸ひろ子さんに失礼だろ。はい。というわけで、はい、ちょっとなんか話が長くなっ、ちょっとそうですね、これ、はい、ちょっとカットするのもあれなん、全部使いたいので、はい、ちょっと後編に回したいと思います。はい、これ明日、明日、はい、はい、いきますので、この続きは明日です。はい。